この野草研究会はその時々の季節を楽しむことを目的に由布市狭間町の自然体験施設赤野の森で初めて開催されました参加者はこの日、青空の下、散策しながらこの時期に咲くキュウリグサや踊り子草などの野草を摘み取ったり蜜を吸ったりして楽しんでいました。 たくさんいろんなものがあったので、えっと、もうちょっと目がキラキラしてこう輝きながらちょっと見ていったんですけどう来てよもうそのとしか見れないようなあの草花とか生き物をその瞬間で楽しんでもらえるようにあの考えてます。この野草研究会は今後も定期的に開催されるということです。